本間敏彦ライディングチャンネル始めたいと思います。今日はトラックじゃなくて、事務所です。はい、動物に囲まれながらやっております。です。はい。それで、ね、今日ね、何やっていこうかなと思ったら、ライディングのね、理論をちょっと、説明していきたいなと思って、今日はやっていきたいと思います。で、何をやろうかなっていうと、やっぱね、どうしてもね、見て、いろんなところを見てるとね、リアスライドが上手くなると、ロードレースでタイムが、ロードレースの、まあ、技術を極められるっていう風に勘違いしてる方を見かけるんですね。で、その、リアスライドっていうのは、まあ確かにリアのスライドコントロールをするっていう、技術の向上ってとても大切なんですけど、そこに、速さの、理論は集約されてないんですね。ただあれは、リアを流す、コントロールするっていうだけのことで、その、あれができたからね、じゃあ世界で通用するライダーになるかって言ったら全く違うんです。ただ単に、リアのスライドコントロール、まあ、オートバイの、その、滑りに、リアの滑りに対しての、その、コントロール性を覚えるっていうだけのものなんで、まあ、その、リアスライドだけでは、その、レースのね、速くなる理論は、そこには集約されてない、ということなんですね。で、どうしてもね、リアスライドすると速いっていう理論は、ラリーから来てると思うんですよ。四輪の。で、四輪のラリーから来てて、ブワー流してね、やっぱ走っていくわけじゃないですか。そこから来てて、やっぱリアステアとかね、リア旋回とかね、なんか、そんなのは、ないんですけど、オートバイに。もうまずないんですけど、その、なんかそれが、その、速さの、肝みたいな、ポイントなんて思っちゃってる人が少なからずいるんですね。で、もう、それは全くもって、違うと言ってもいいぐらい、まあ、ディアスライドっていうのは、そのタイムには大きく、まあ、なんていうの、その、全然できなかったらダメだよ。大きく、その、変わることもないし、そこが肝でもないんですね。で、なんでね、じゃあ四輪、ラリーね、バーって見ててね、リア流して速いのかっていうと、僕四輪はね、そんなレース出た、レース極めたことないんで、わかんないんですけど、まあ、昔、シビックのね、耐久レースにフルサポートで、出してあげるよって話があって、なんとかさんの息子さん、3人ぐらいいる息子さん、当時フォーミュラー乗ってた、ドライバーの選手なんですけど、と、組んで、耐久出るって話があったんですけど、まあ、5回ぐらい鈴鹿で練習したんですけど、僕。で、まあ、結局、彼のコンマ5秒落ちぐらいしかベストタイムが出せなかったです。まあ、でもそんなぐらい、まあ、経験はゼロじゃないんですけど、4輪は。で、それを乗った時にね、箱車っていうんですかね、箱車の特性っていうのは分かったんですけど、やっぱりその、オートバイと違って、箱車って、その、フォーミュラーカーじゃないじゃないですか。で、フォーミュラーカーってレースに出るためだけの、まあ、形で、ミッドシップのエンジンになってるわけじゃないですか。だけど、市販車っていうのは、まあ、ほぼ、99% って言ってもいいんでしょうけど、フロントタイヤの前にエンジンがあるわけじゃないですか。要するに、まあ、オートバイで言うと、フロントタイヤの上にエンジンがついてるわけじゃないですか。で、まだね、オートバイだったら、エンジンって100キロぐらいで、人間がね、5、60キロだったら、まあ、半分ぐらいの重さなんで、なんとか重心って変えられるけども、4人なんてね、もう800キロとか1トン近いエンジンがね、フロントタイヤの前についてるわけじゃないですか。で、いくら人間が後ろに乗ったところでね、リア荷重にはなってこないんで、その、超フロントヘビーっていうことじゃない、フロント、フロントにエンジンがあるっていうことはね。フロント荷重ですごくヘビー。で、それをね、やっぱ消す、走りをしないとダメなんですよ、四輪って。本当にね、ブレーキの使い方とか、その、本当にフロントがヘビーになんないように。もうヘビー、フロント、もう、普通、オートバイの理論で入っていっちゃうと、コーナー、
フロントヘビーでスピンしていっちゃうんですよね。で、その、要するにフロント荷重が多いという特性を消すために、アクセル踏んで入って回った方がバランスは良くなると思うんですよ、ラリーで。特にね、グリップが悪いところって言ったら、そのバランスの悪さって、バッと、やっぱタイム出ちゃうんで、それをいかにフロントヘビーを消すために、やっぱその、踏んで入ってコーナーリングするっていうことをすることによって、やっぱりフロントの荷重ってリアに移ってくるわけじゃないですか。で、バランスよくしてコーナーリングスピードを上げるから、あんなに流すんだろうって僕は勘違いしてる、まあ、妄想してるんですね。ラリーとかは。だからあれはすごく特殊な理論でリアを流すんだけど、だけどあれはリアの、ああいうふうにリアを流して回ることにアクセルを踏んで、まあ、踏むはリア流れるよね。で、ることによって、その、荷重バランスを良くして、コーナーリングスピードを上げてるっていうのが、ラリーだと思うんですよ。で、本当はミッドシップだったらあの走りじゃなくなってくると思うんですね、僕は。ね。で、その、まあ、証拠にですね、どんどんグリップが良くなったり、逆に、まあ、その、重量バランスがいい、車両に対しては、その、要するにフォーミュラーカーでね、に対しては、もう入り口では滑らして走れないわけじゃないですか。で、リア滑らして向きなんて変えてないわけじゃないですか、フォーミュラーカーって。だから、グリップを極限までに使って、やっぱり向きを変えていくっていうことが一番向きが変わるんですね。わかります?それが一番向きが変わるし、向きが一番変わるってことは、一番コーナーリングスピードが高くできるってことなんですね。で、ここを理解っていうかね、ここを押さえて、理論を考えていかないと、リアスライドがどうのこうのってなってっちゃうと、もう、よそいっちゃうんですよ、もう。ね、その、四輪の、ごめんなさい、僕間違ってるかもしれないけど、四輪の箱車のラリーの乗り方になってっちゃうと思うんですよ。ね、で、本当にね、このリアスライドなんて、その、大切だよ。大切なんだけど、そこに、その、速さの理論が集約はされてないんですね。それを頭に置いて練習していかないといけないし、その、で、その、ロードレース、全日本のロードレース見ててもそうじゃないですか。もう、その、トップクラスが、4輪にか、ごめんなさい。4サイクルに変わってエンジンブレーキがすごく効くようになってね、当初ね、すごいリアブレーキやリア、入り口でリア流してたわけじゃないですか。エンジンブレーキ貸せて。ね、全日本なんて横向くぐらいね、そのエンジンブレーキかけて、走ってたけど、結局それやっちゃうと遅くなるっていうことに気がついて、どん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 エンジンブレーキかけなくなって、今、ほとんどスライドさせないようなね、ね、小さくスライドさせるようにどんどんなってた。本当はね、いらないんですよ。二輪って、それやると遅くなる。結局、もっと進むと、もう、入り口のリアスライドっていうのはもうほとんどゼロになっていくと思う。もうね、これのね、結果っていうのはね、もう1993年に出てるんですよ。1993年ね、TTF1 と、500がね、混走でレースしたんです。ね。で、もう入り口はもう、4サイクルのが、タイムも一緒。大体ね、トップタイムも、トップライダーのあの、当時ね、全日本で、その、TTF1 と500と、まあ、ちょっと500の方が早かったけど、トップ、ポールタイムは、もうほとんど一緒。で、最高速も、ほとんど一緒。ね、とされてた、レースがあったんですよ。で、もう入り口、フォーサイクルはエンジンブレーキが使えるから、突っ込めるから、500より、突っ込みはいいだろうっていうね、もう前提っていうかもうそういう話だったんですね。で、一回だけレースそれやったんですね。で、そのレースで見事に、そのフォーサイクルのね、TTF1 はね、500と同じ場所でブレーキングするとね、止まりきれずにみんな出てっちゃったんですよ。もう出てっかもう無理やり止めようと思ったらもうフロントがスコーンっていっちゃう。まあ確かに車重が重い分止まらないだろうけど、そのエンジンブレーキがね効く分、その、まあ悪くても同じだろうって言われたらね。多分いいだろうって。だけど、それを信じて500ま、
がブレーキングするところまで、我慢したライダーっていうのはみんな決勝中出てってね、結局勝ったライダーは500乗ってる僕だったんです500乗ってた僕だったんです。で、まあそういうこともあって、その、リアをね、流すっていうことに対して、その、そこにね、速さはないんです。あったら F1 がリア流して走ってるんでね。で、もう何度も言いますけど、その、リアに速さの、その理論は、その集約されてない。ヒントはないんです。ね。ある、速く走るヒントは、フロントのスライドコントロールにあるんです。フロントのスライドコントロール。ね。フロントの限界を、リアの限界といかに近くする、して走れるか。いかに、フロントとリアのグリップのレベルを同じ、ようにセットアップできるか。同じように、同じレベルでバイクを寝かせるかっていうところに速さのそのポイントっていうのかな、理論はあるんだけど、リアを流してってわーって派手だけど、そこには速さの理論の本当のヒントはないね、いうことをちょっと今日は言いたくて、まあ何でもねこれは言っていますけど、もうくれぐれもその練習としてはいいよ、リアスライドの練習としてはいいけど、そこには極めるものはないと。タイムにね。極めるものはロードレースではないということは頭に置いておいてください。以上です。まあ、久々でしたけど、以上です。それでは。